てのターゲットはジャングルポケット斉藤。気取ってコーヒーなど飲みながらやってきた斉藤は一体どんな反応を見せてくれるのか。何も知らずに歩いてくる彼女は突然の恐竜の出現にどうなるのか。大丈夫なわけないじゃないですか。タイツ破れた。次はこの美脚、そうカバチだ。頭がおかしい。ちょっと顔。